コイルガン、コイルガンは、電磁石のコイルを使って、弾丸となる物体を加速、発射する装置である。コイルガンは、電磁石の力で弾丸、または投射物を打ち出すための装置の一種である。同じく電磁気力で弾丸を発射する装置である。レールガンと比較すると、基本的な電気回路の構成が異なる点、投射物に電流が流れない点など、構造上において大きな違いがある。 具体的には、コイルガンが、名の通りコイル状の電気回路を構成するのに対して、レールガンは、平行する2本の胴体とその間に挟まれた、投射物により構成される。レールガンは弾丸を発射するために、大量の電流を入力する必要がある一方、コイルガンは必要最小限の動作において、多くの電流を必要としない。単純なものでは、銀玉鉄砲の場面及び、ストライカー、 弾丸を突き飛ばす棒を電磁石、それの井戸式アクチュエータに置き換え、それの井戸内の心棒が通電時に突き出される力で玉体を弾き出す仕組みのものが想定される。構造にもよるが入力されるエネルギーは比較的小さく、また動作において火薬の爆音に見られる急激な膨張や愛変化は必要でないなどの特徴から動作音は小さいものとすることが可能である。 なおレールガンは単純化された理論上は投射物の初速を高速に達せられるがコイルガンでそれに近い初速を得ることは困難である理由は抵抗の大きいコイル状の電気回路に電流を流す必要性があるためである名称として SF 作品などに登場する架空の方が漢字を当てた電磁投射法やガウスガンないしガウス法ガウスキャノンとも呼ばれることがある ガウスは物理量におけるガウス単位系に由来しカール・フリードリ・ヒガウスと直接的な関係はない。またこれらの名称で故障される方は、口述するように電磁投射方式の装置全般を指し、コイルガンに限定されない。なお、火薬を使わない銃という位置づけで SF 作品中やこれを規定としているコンピュータゲームなど創作物においてしばしば登場する。 そのような扱いが曖昧な作品中では、レールガンの原理として、コイルガンの原理が説明されるものや、その逆の場合など、混同が畳みられ、正確に、コイルガンを考察できる作品は少ない。ガウスガンという表現は、磁力を使うという点で、レールガンとコイルガンの双方を内包しているとも、解釈でき、二つの境界を曖昧にしている。コイルガンには、 いくつかの方式が存在する。方式によって弾丸となるものやコイル等の構築要素が大きく変わる。一般的に多く知られている電磁石の磁力で重心内の弾丸を引き込んで加速するというもの、吸引型である。このため弾丸は磁性体でなければならない。特に磁化してある必要はない。ただし弾丸が電磁石の位置に来たら電磁石を 停止させなければならない。これを行わないと弾丸を加速したのと同じ力で弾丸は引き戻されるため発射されない。そのため弾丸通過に合わせて電磁石のスイッチを切断する機構を必要とする。そのため普通は電荷を一気に放電する特性のあるコンデンサーを充電し再リスタ等の半導体スイッチで瞬間的に電荷を放電することによってそれを実現している。 コイルガンは複数のコイルを直列にすることで弾丸を段階的に加速させることもできるリニアモーターである。多弾式コイルガンとも呼ばれるが、これも弾丸通過に合わせて電磁石の ON、OFF を制御する必要がある。弾丸通過に合わせてスイッチングするには主にフォトインタラプタが使われる。レーザー等の光をフォトトランジスタに当て弾丸が通過すると光が遮断され、 スイッチが入る仕組みである。他にもマイコン等の電子回路でコイルを順繰りにスイッチングする方式もある。前述の銀玉鉄砲のように電磁石で弾丸を押し出すストライカー型の場合は、少し単純でストライカーが一定以上移動しない機構を備えていて、通電時にストライカーが目いっぱい弾丸を押し出す格好になるよう設計するだけで良い。また、ストライカーを利用する場合は、 弾丸自身は肘生体、プラスチック等でも構わない。電源が必須な上に、構造的に銃器としては十分な初速が得難がい。ことから、殺傷力を持つ銃の機構には採用されておらず、遊戯銃の中にストライカーを使うタイプのものがあるかもしれないが、一般的には稀なシステムと言えよう。マニア筋が実験的にその可能性を探ってはいるが、 少々物騒なおもちゃの池を出ないのが現状である。一般にコイルガンの効率は1から10%と低いため威力の高いものを製作するのは原理的に無理がある。この技術的限界は段階的加速させる多段式コイルガンなら効率の向上が可能とも見られるが、こちらは多薬質法などに見られる技術的に言うと、同質の問題にもより複雑な制御を必要とする。 ただし、物体を一定速度に加速することができるため、これを大型化して、真空チューブ列車の加速、減速用には利用できるかもしれないと考えられる。しかし、真空チューブ列車自体が頓挫している現在となっては、これといって使い道が見られない。その一方で、マスドライバーの動力としての利用も考えられている。 また、超電動電磁石を使用すれば、臨界電流を超えない範囲で大電流を流すことができるため、通常の電磁石に比べて、非常に強い磁場が得られ、より大きな初速を期待できる。さらに、クエンチ現象を逆用し、弾丸通過の際に発生する熱で、 意図的にコイルを常電動状態に転移させ磁場を急速に立つことで前述のスイッチングを制御機構なしに実現する形式も考案されておりその一つとして1988年にアメリカ陸軍推進研究所のハリー・フェアーラによって提唱されたソレノイドクエンチガンが挙げられるこの形式では弾丸も超電動電磁石により構成され加速用電磁石による磁場を打ち消そうとする 電磁誘導の原理を利用して加速の過程で弾丸の磁束密度を高めることができるため十分な長さを持つソレノイドクエンチガンはかなりの速度を実現できるものと考えられている。ただしこの形式ではクエンチ現象の起こるタイミングを精密に制御する必要があることからクエンチ発生の条件が均質に制御された超電導材料が必須である。このため現状では 理論の息を出ない。このアイデアの原点には1900年のクリスチャン・ビルケランドが取得した特許が挙げられる。この特許は当時の最先端技術である電気の分野であったので注目されたが従来の火薬銃より優れるものを実用化できるメドがなく軍事方面の開発ではすぐに忘れ去られてしまったようだ。アメリカ合衆国でもテキサス大学オースティン校で 戦略防衛構想の関係から、米国防総省の依頼により何年か研究していたようだが、結局は最大初速で同時進行していたレールガン開発の成果に及びず、研究の継続は見送られた模様である。近年の動向は、金属製の弾丸を発射する装置を使い捨てカメラの内部部品などを材料として作成する一般市民の科学ファンが少なからずおり、 彼らのホームページや動画サイト等で、その実験の様を見ることもできる。実質的な威力は、よほど大がかり、または、複雑な機構を持つものでなければ、スリングショットにも及ばない模様だ。一部のマニアが強力な電源を使って、手製の弾丸を発射し、空き缶やガラス瓶を壊したり、雑誌や木の板に弾丸をめり込ませたりしている様が、見られる程度である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。